プライマルフィアは、ドイツのシュトゥットガルトを拠点に活動する、ヘビメタルバンド。元ガンマレーのラルフ・シー・パース、シナーのリーダーである、マット・シナーとトム・ナウマンが在籍していることで知られる。創設者、ラルフ・シー・パース1994年にガンマレーを、脱退した、ラルフ・シー・パースは、ジューダス、プリーストの後任部位を選考に参加する。しかし、 英語が母国語ではないという理由により落選となり、行き場を失ってしまった。ラルフはこの時引退も決意していたというが、それを説得したのがシナーのマットシナーとトムラウマンであった。これによりラルフは音楽活動再開を決意し、俺たちで本当に自分たちのやりたいことをやろうという意気込みから活動は開始された。1997年には、 クラウス・シュペリングも参加し、本格的なバンドとしての活動を掲げ、いくつかの候補の中から、プライマルフィアーというバンド名に決定。日本では、同年12月、ヨーロッパでは、翌年2月にそれぞれデビューアルバム、プライマルフィアーがリリースされた。デビュー作は、本国ドイツを中心に、ヨーロッパ各国で熱狂的に迎え入れられた。ツアー開始に伴い、二人目のギタリストとして、 ステファン・レイビングが加入する。当初、メディアは、ラルフとマットが組んだプロジェクトという見方をしていた。これを払拭するため、1998年内だけで60回ものライブを行う。1999年、セカンドアルバム、ジョーズ・オブ・デスをリリース。このアルバムのリリースにより、名実ともにバンドとしての活動を本格化させる。しかし、 ギタリストのトム・ナウマンが健康上の問題から脱退することとなり、当時シナーに在籍していたアレックス・バイロットを代役としてツアーを続行した。この年の終わりに初来日公演を行った。2000年にはシナーにトム・ナウマンの公認として加入していた元、サンダーヘッドのヘニー・ウォルターが正式にプライマルフィアの一員として活動することが発表される。新たなメンバーも決まり、 これまで以上に活発に活動を展開。日本では2000年12月、ヨーロッパでは2001年1月にサードアルバム、ニュークリア・ファイアがリリースされ、大躍進を遂げる。この頃になると、マット・シナーは、プライマルフィアでの活動をより優先するようになり、2001年にリリース予定であったシナーのアルバム制作を延期し、プライマルフィアの新作に取りかかる。 それが2002年リリースのフォースアルバム、ブラックさんである。2002年末、ヘニー・ウォルターが脱退を表明、公認として、結成時のオリジナルメンバーであったトム・ナウマンが復帰を果たす。その後2003年には、クラウス・シュペリングも脱退。公認に元アナヤレーターのランディ・ブラックが加入する。また、この年には、DVD、ザ・ヒストリー・オブ・フィアーがリリースされている。二千四年、 フィフスアルバム、デビルズグラウンドをリリース。これにより、ドイツを代表する、ヘビーメタルバンドの仲間入りを果たす。2005年、シックスアルバム、セブンシールズをリリース。2006年、ベストアルバム、メタルイズフォーエバー、ザベリーベストオブプライマルフィアをリリースする。ドイツニュルンベルク公演2007年、セブンスアルバム、ニューレリージョンをリリース。このアルバムのレコーディング中に、 トム・ナウマンが脱退。公認に元メンバーのヘニー・ウォルターが復帰した。2008年3月、ステファン・レイビングが脱退し、公認としてマグナス・カールソンが加入した。2009年、エースアルバム16.6をリリース。2010年、2009年9月に行われたアメリカツアーにおけるアトランタでのライブ CD、DVD。 ライブインザ・ USA プラス16.6ライブ、アラウンド・ザ・ワールドをリリース。9月13日、ヘニー・ウォルターが、自身のマイス・プリースブログにて、プライマル・フィアーよびシナーからの脱退を表明。直後のヨーロッパツアーは、マットの名優アレックス・バイロットをヘルプに迎えて、行われ、後に正式に加入する運びとなった。2012年、ナインス・アルバム、アンブレーカブルをリリース。 2014年、テンスアルバム、デリバリングザ・ブラックをリリース。同年8月11日、公式サイトで、ランディ・ブラックの脱退が発表される。9月9日、新ドラマーとして、元アングラのアキレス・プリースターの加入が発表された。2015年6月、アキレスの脱退とトム・ナウマンの復帰、アキレスの後任に、UDO のメンバーだったフランチェスコ・ジョビーノの加入が、 発表された。2016年、イレブンスアルバム、ルールブレイカーをリリース。2018年、エルフスアルバム、アポカリプスを発表。2020年7月24日、サィーンスアルバム、メタルコマンドをリリース。フランチェスコ・ジョビーの2018年、オリジナルアルバムライブ、アルバムコンピレーション映像作品。ありがとうございます。